き合って1年ほどの彼と結婚の話になった。彼はバツイチで、前妻が浮気して出て行き、子供はいない。彼の両親もとても控えめでおとなしくて優しい方々。常々前妻さんがあんなことになったから、息子は女性に対して警戒しちゃって、それでもあなたと結婚したいと言うくらいだから、あなたは本当にいい方なのね、と言ってくれる。うちの両親はバツイチということと、年が離れていることで、反対はしていたが、彼はとても優しく、うちの父と趣味が合い、母をいたわるので、結局は許された。では結納を。となり、それに先立って、両家集まっての話し合いの場に、彼妹が来た。彼妹はドキュンで、彼両親の悩みの種だという。学生の頃から、家にも寄りつかず、虚言癖があり、金遣いが荒く、23なのに、まだ反抗期のような人。でも、彼はそんな彼妹から守ってくれると宣言していた。絶対に、私に苦労はさせないって。彼両親も彼も、妹に席を外すように言うが、彼妹は座った。半ば立ち上がりかける彼を尻目に。こんにちは。はじめまして、彼妹と申します。と丁寧に挨拶され、こっちも挨拶を返そうとしたら、通算3人目の義理のお姉さんですね。こんな、無職で、バツ2で子供5人いて、その養育費も払ってなくて。離婚の原因は、浮気と暴力と借金と嫁いびりとの、スペシャルコンボな中卒兄と結婚してくれるんですね。え？子供？バツ2？無職？と驚いてたら、彼母、妹ちゃん、またそんな嘘を。彼父、お前はどこまで。彼、いい加減にしろ。自分が不幸だからって、人の幸せを壊そうとするな。と怒り出した。でも、彼妹はしれっとして。あら、そうだった？じゃあ、今、どこの会社に勤めてるの？電話してみたら？三人目のお姉さん。父が、彼氏くん、どういうことだ？と問い詰めたら、申し訳ありません、お父さん。この妹が本当に。おい、謝れ。妹、やだよ、なんでさ？私父、彼氏くん、ここははっきりさせておきたい。君の会社に電話をするが、いいね。彼、困ります。会社は職場であって、そんな迷惑をかけるわけにはいきません。自分の出世にも関わります。私父、某大企業に勤めていると聞いていたが、あれほどの大きな会社なら、他の会社から電話が来てもおかしくない。私が、社名を名乗って電話する。いいね。彼、いえ、お父さんに、そんな嘘をつかせるわけには参りませんから。私父は無視。それから、子供というのは？離婚歴は1回で、子供はいないと聞いていたが？彼、はい、その通りです。信じてください。彼妹、あ、戸籍はバツイチになってるのかな？2回目は婿養子に入ったから。で、これ。参考までにどうぞ。差し出したのは封筒。私父が受け取り、彼はもぎ取ろうとするが、父に振り払われた。中身は、写真と書類だった。書類はわからないけど、覗き込んだら、彼と女性の結婚記念写真。しかも2人分。それと、生後間もない赤ちゃんを抱っこしてる、彼の写真。この後に及んで、違います。妹は、写真加工する会社に勤めているんです。だと、彼妹、鼻で笑いながら、単なる事務員です。大体、高校も行かせてもらってないし、定時制で働きながら卒業したんですよ。私母が、ちょっとあんた、これ何？と怒鳴ると、彼妹、あ、おばさんはやめてください。こいつ、女とか子供とか、自分より弱い人には、際限なく暴力振るうんですよ。前の前の奥さんに、離婚した後、金の無心に言って断られたから、暴力振るってですね。警察のお世話になっちゃって。
障害で立派な前科持ちです。私も昔から、父と兄には散々やられましたよ。体中に傷跡たくさん残ってるし、鼻も折ったことあるし、鼓膜も破れて。まったく、相変わらず女騙すのだけはうまいよね。よく、そこまでボロ出さずに人付き合いできるよね。あはは。それからは、もうまさに修羅場。わけのわからない言い訳や、すべて、妹の虚言と言い張る彼と彼両親。怒り狂う私両親。その途中で、彼妹は、じゃあ私はこれで、携帯も解約したし、家も引っ越したし、転職も決まったんで、とりあえず、会うのは今日で最後ね。お姉さん予定さん、結婚したら、借金の返済あるけど、私の通帳から勝手に下ろした120万は、後回しでいいから。ちゃんと、業者とかの先に払ってね。闇金とか家に押しかけられるの嫌でしょ？じゃあ、と言って、さっさと出て行ってしまった。しばらく、話し合い？怒鳴り合い？押したけど、拉致が開かなくて。とにかく、この話は中断させていただく。と、私父が言って家を出た。彼と彼両親はわーわー言ってたけど、とにかく、私両親の怒りがすごくって。でも、写真はフォトショー。書類は偽造。借金があるのは妹。会社には、絶対に電話しないでほしい。バツ2なのは、2回目の結婚を忘れてたから。子供ともずっと会ってないから忘れてた。忘れたのは非情だからじゃない。お前が好きすぎて、他のことを考えられなかったからだ。とにかく、妹の頭はおかしい。あいつは、俺の不幸だけを祈って生きてるような人間だ。俺より、初対面の、あんなドキュンな妹を信じるのか。って感じで、全く信じられない。彼両親もそんな感じで。あの子は、子供の頃からおかしかった。だの、あの子の言うことは信じるな。とだけしか言わない。家に帰ってからも、着信とメールの嵐で、電話は出なかったけど。メールは、とにかく自分を信じてほしい。子供とは本当に会ってなかったから。お父さんに、会社に電話をさせないでくれ。俺の信用問題だ。両親も泣いている。妹のせいで、俺たちの幸せが壊れるのは嫌だ。って感じ。私両親は、いろいろなところに電話をかけていて。私は、なんかもう、誰とも話したくない。一人でいたい。って感じになっちゃってて、部屋にこもっていた。次の日の朝、私父が、お前のことに関しては、何一つ後悔するようなことはしたくない。お前はもう大人だし、親が介入することを嫌がるかもしれないが。と言われ、更新状を頼むことにした。それから約1週間、彼は、メールや電話は、とんでもない量をよこすが、家に来ることは一切なかった。私も、有給を取って、家から出なかった。そして結果は真っ黒。彼妹さんの言った通りで、某世界的大企業には、在籍したこともなく、子供は5人、前妻への暴力で前科持ち。彼実家近所では、超ウルトラスーパースペシャルドキュンとして、名が通っていたらしい。しかも、今住んでいる家は、ローンを払っていないので、不法占拠状態だった。結局、住んでいたら、無理やり追い出すわけにもいかず、難しいらしい。それ聞いて、なんか笑ってしまった。だって、毎日、今昼休み、やっと残業終わったよ。って感じでメールくれて、私両親とも仲良くて、外食なんかしたら、絶対に支払いで父と揉める。自分が、いや俺が、って感じで、付き合ってから、ほとんど声を荒げることもなかった。ちょっとしたイベントごとも、子供のようにはしゃいでた。なんか、もうわけわからんわ。あはははははって感じで。で、彼に、いつの間にか、親が頼んでいた弁護士さんから、絶縁状を送ったらしい。今、彼は執行猶予中なので、もし何かしたら、即訴えるし、そしたら、即塀の中にぶち込まれるよ。
もう、他のターゲットを見つけては？うちは、もう何にも出ないよ。あなたには、一銭もお金を出しませんよ。その次のお嬢さんには申し訳ないが、自己責任だ。うちは降りる、と。親には怒られたけど、実際、親自身も彼に騙されたから、大してお咎めなし。彼は怖いのか、たまに、俺は生まれ変わるんだ。とかメールが来てたが、メアドも携帯番号も変えたら、なんともない。私にとっての、救い主である彼妹さんは、金券ではないところにいるらしい。で、私は、今、いい人と出会って既婚です。ちなみに、彼は高校中退だったんだけど、私には、旧帝大を十二指腸潰瘍で入院して、療養のため退学したことになってた。終わり。